今度はですね新時代へ備えるという形でやや未来を思考して、えー、整理を進めておりますがそれの第3回ですねえー、アメリカ合衆国ができてから西へ西へと進んできたアメリカがですね、えー、ついに21世紀の初めオバマ大統領の時代にですねイラクからの撤退を決めたと。 まあこれは私はもう大変に大きなことだと思ってですね。このブログでアメリカの精神の歴史は150年で終わったとまあ書いたわけですね。非常に感慨深い変化で、このような大きな歴史的な変化が私が生きているうちに起こったとまあいうことにまあ驚いたわけですね。というのはまあかつてのローマ帝国でもそうですし、モンゴルや大英帝国でもそうですが、歴史を見ますとですね、 大きな国ができることがあるんですね。その大きな国、まあ世界を制覇するような大きな国ができてもですね、それはやがて戻っていくわけです。で戻るには戻るなりの非常にこう奥深い理由がありますので、一旦戻り出すとですね、その流れが逆になるっていうことはまずないわけですね。ローマでも非常に大きくなった後、交代を始めますとやはり交代をしました。モンゴルもそうでした。まあ、大英帝国も インドとかオーストラリアを全部占領して七つの海を支配した後、やはりずっと交代してきました。まあこういった時にオバマ大統領という人が大統領に選出されるというのも歴史的必然かもしれません。えー、彼はイギリスから逃,逃げてアメリカに来たアーリア人ではないということからですね、西へ行く情熱というのは持っていないかもしれないんですね。遺伝子がそこまでの規定をするか、 ちょっとわかんないとこあるんですけども、そういう可能性はあります。だけども、アメリカ人がオバマ大統領を大統領に選出したということ自体がですね、実は、あのアメリカ人自体が精神の西に進む,進む情熱を失ったかもしれないんですね。この陣地というのは本当にこう奥深いもんがありまして、えー、特に集合した陣地ですね。これを私を時々第地と大きな地というふうに書くわけですが、 まあ深さは計り知れないものがあるわけですいずれにしてもアメリカはイラクアフガニスタンと順次現在撤退しておりましてこの流れからいきますとですね近いうちに日本からも引いていくだろうと思いますすでにその兆候を現れておりまして例えばイラク北部の反政府軍に対しましてアメリカは有効な手段を取ることに現在躊躇しております ある程度空爆ぐらいやるかもしれませんが、やはりもう一旦引いたところにですね、本格的に出ていくということはしないんではないか。それから、ウクライナ、尖閣諸島、南沙諸島などのですね、騒動もですね、これがアメリカがやっぱり引きつつあるということによる、まあ、パワーバランスの変化というものを感じざるを得ないわけですね。このような変化を予測することは非常に難しいんですが、変化そのものですね、 えつまりアメリカがそろそろ西に行くのをやめちゃったよっていうことは結構難しくないんですが時期が難しいんですね。いつ、何年にどこまで引いていくかっていう時期が難しいんです。これは私が時々ですね、若い人の進路を若い人とかですね、学生さんとかですね、その親御さんに聞かれてるときに私が一番難しいのはですね、方向性はそれはこうなんだっていうことはわかるんですけども、それがそのこの学、自分の目の前にいる学生が ちょうど30の時とか40の時にどうなってるかっていうのが分かんないとですね、えー、選択を誤るわけですね。これは難しいんです。ちょうど地震がそのうち来るというのは分かっててもいつ来るかが分からないっていうのと、まあかなり似てるわけです。まあこれはどうして難しいかっていうとですね、人間はほぼ2メートルぐらいのまあ背丈があるわけですが、まあ、国とか世界というのはだいたい1万キロメートルぐらい。 のサイズがあるわけですからねかなり大きさが違うので変化がゆっくりなんですね。ですから人間の一人の人間の寿命のうちに、まあ、歴史の変化が来るかどうかっていうことはですねほとんど偶然によるというようなことに、まあ、なってしまうわけであります。まあ、ということで、えー、と大体の方向性がわかるので毎日の情勢を見ながら方向性を方向性に基づいて毎日の 状態をを見ながら時期を決めていいくとととうううことになろうかと思うんですねえね、ー、イラク情勢とか南シナ海情勢っていうのがあるわけですが、まあ、これが現在少し揉めておりますので全体の時期がずれる可能性もありますが一応ですね現在のところ私はねアメリカ軍が日本から撤退し始めるの大体2015年来年ぐらいからじゃないか。沖縄の海兵隊がガムに後退し横須賀の海軍は 順次ハワイにに撤退すするだろううというふうに思い思ますね東京にいる第1軍が引くのはそのあとになると思いますがいずれにしても日本から少しずつアメリカ軍が引いていくそれから朝鮮半島情勢というのは北朝鮮との関係が非常にあるのでわからないんですが2017年ごろ3年か4年後にはですねアメリカ軍が韓国から具体的に撤退するというニュースが流れるんじゃないかと思うんですね。 そうしますとアメリカは1900年の防衛戦ですね、つまりアラスカ、ハワイ、ガムまで後退すると予想されます。そうなりますとフィリピンなんですが、フィリピンは1992年に反米の動きがあって、アメリカ軍一旦撤退しておりますが、2014年になってですね、新たな軍事協定を結びまして、フィリピン内の軍事基地をアメリカが自由に使うようになりました。こういう形におそらくなるだろうと。日本もですね、韓国も フィリピンもアメリカ軍は普通はいないと。まあ、普通はアメリカ軍がもう一つ引いておりまして。そして何かことがあるときに協定によって、条約によって出てくると。まあいうようなことで、えー、東アジアのですね、えー、国ですね。まあ日本、台湾、フィリピン、韓国というところはまあ一応そういうことで変わっていくだろうと思います。もちろん中国情勢が崩壊したりですね、それから北朝鮮が崩壊したりすら別なんですがね。 いずれにしてもアメリカは徐々にですね、太平洋中央部まで交代するんじゃないかと思いますね、私は。それ同時にですね、世界のアメリカという立場も捨てですね、基軸通貨であるドルも信頼性が低下するだろう。それに基づいて政治、経済、軍事、大きく変化をするのが21世紀の全般であろうと思いますね。従ってこれから大学を出て、学校を出てですね、高校大学を出て、<laughs> 就職をしようという人はですね、 一応ですね、私たちの,その、その若い人たちの人生っていうのはですね、アメリカが後退していく中での日本に住むと。まあ、いうことになると思いますね。まあ、そうなりますと、後退していく国っていうのは危険ではありませんから、今までのように、えー、アメリカがですね、暴力を作ってリメンバーなんとかって言って他国を侵略していくってことはもうないだと思うんですね。むしろもっと大きく言えば、約6000年前に、 カスピ海の北方にいたアーリア人の拡大が終焉してですね、えー、世界中の民族が全部アーリア人になろうかとしているところにそれが止まったということも考えられます。まあ、すでにインドはインド人に帰りました。まあ、インド人はアーリア民族の一種なんですが、メキシコや南アメリカはですね、アーリア人との根血ぐらいまでは行ったんですが、それ以上に行きませんでした。 それからアフリカもアリア人は浸透しないまま終わりましたね。南アフリカはちょっとその傾向がありますが、それ以外は、えー、アリア人の血はそれほど入っておりません。えー、中東、中央アジアもですね、えー、ロシアの影響が後退しておりますが、中国、東南アジア、日本などの王族人種はですね、結果的にアリア人の進出を防いで踏ん張ったと、まあいうことになるんではないかと思いますね。 そしてさらには、えー、ロシアの東半分ですね。これはかつてモンゴルとかウイグル、まあ、トルコ系の民族のところ、特に北ではなくて南の方はそうだったんですが、これも徐々に、えー、本来の民族に戻ってですね、それとともに世界は徐々に国境が解けていくことになるだろうと。まあ、こういうふうに思いますね。まあ、国境が解けるっていうのはどういうことかって言いますと、まあ、かつての日本はですね、えー、徳川とか豊臣とかですね、毛利とか島津とか、 伊てとか言ってですね、それぞれ日本人なのに国を持って、それでお互いに侵略したり戦争したり殺し合ったりしてたわけですが、現在ですね、そんなことが起こるのって言うとですね、突然その愛知県がですね、軍隊を持って石川県に攻め入るなんてことはあり得ませんからね。これは交通網の発達とか、それからもともと科学の発達、認識の発達。 ということで、まあ日本の中での戦争が終わっていきましたね。これと同じことが、まあ、世界でも徐々に行われます。まあこういうことを作っていく一つの手段が実は TPP なもんですからね。私が TPP に、えー、と、あの、目前のことですね。目前の損得に、えー、かかずらってですね、世界が平和に暮らしていけるきっかけを失ってはいけないというふうに思っているのは実はそれなんですね。 だから個別に被害を受けるお百姓さん農業の方ですねそういう人にどういうふうなこう手当てをしていくかっていうことは議論しなきゃいけないんですがやっぱり世界は徐々に国境を取り外していく方向にいくんではないかというふうに私は思うんですね。